トランクで旅するトランカーゆう川崎です。平壌2日目に食べた北朝鮮名物平壌冷麺とアヒルの焼肉のレポです。楽しみにしてた平壌冷麺をコリョホテルで食べます。本当はここに泊まる予定が急遽違うホテルに格下げされたので来れて嬉しい。平壌では玉龍館の冷麺が有名ですが、高麗ホテルの1階にある冷麺店も人気です。すごく綺麗な店内で紫のネオンが映え、お店で働く女性は美女揃いです。ジュースは大体中国製、これはどこか忘れました。メニューの中身は写真 NG 出ました。値段は企業秘密だそうです。じゃじゃーん。平壌冷麺です。ちなみに冷麺1杯約70円。安っす。平壌冷麺の特徴は黒い麺、コシがめっちゃあって、こんなに伸びます。歯列矯正してる私には食べるのが難しくて、ほとんど残してしまいました。キッチンバサミで細かく切りたかった。食後のアイスは絶品です。ガイドさんがいろいろ話してくれました。北朝鮮の調理師は定期的に身体検査をしてて衛生管理も徹底してるそうです。なので国産は安心で、中国産は避けるようにしてるそうです。個人経営のお店はほとんどありません。日本料理も人気でよく食べるらしいです。ちなみにこれは公式発言じゃないからメモらないでくださいとのことです。私たちはただの旅行者じゃないので、みんなガイドさんの話を真剣にメモるんですよね。食後はコリョホテル内を探索。高級ホテルらしくゴージャスな内装ですが、照明は暗め、電力不足ですね。知らんけど。高級ホテルらしいおしゃれな喫茶店。照明写真屋さん。美容院もあります。北朝鮮の美容院は男女分かれてます。北朝鮮の人はパーマ当ててる人はいるけど、カラーしてる人は皆無です。ちなみにガイドさんに美容院見学したいと言うと、ゆうさん団体行動なんですよ、無茶なことは言わないでくださいって怒られました。しょぼん。そしてびっくりしたのが、コリョホテルの公共のトイレはなんと鍵がついてませんでした。鍵が壊れてるとかじゃなくて、初めからついてなくて押すタイプのドアです。アフリカのサバンナやモンゴルの草原にあるようなトイレに鍵ついてなくてもわかりますが、ホテルのトイレに鍵ついてないとか100カ国以上行ってきて初めてです。他にもアリラン祭の会場も病院もトイレに鍵がなかったし、他にもたくさんありました。今回包丁団の女性は私一人なので、誰とも分かち合うことはできませんでした。しょぼん。晩ご飯は焼肉屋さんへ。右翼の方が必死にメニューの写真を撮ってるのを見て、私も撮ってみました。でも企業秘密の値段が書かれてないですね。しじみのスープ。マッス。私の口には合わなかったので一口でやめました。料理はものすごい量が出てくるので、無理せず口に合わないものは残すに限る。私はお酒飲まないですが、北朝鮮のビールはなかなか美味しいらしいです。私は炭酸水にしました。韓国の焼肉みたいに野菜に包んで食べます。キムチも出てきました。北朝鮮の焼肉といえばアヒル。アヒルの肉は柔らかいしめっちゃ美味しかったです。アヒルだけでなく他にもいろんなお肉も出てきました。店員さんがじゃんじゃん焼いていってくれます。韓国同様お肉をハサミでカットして食べます。焼肉はご飯と一緒に食べたい派なので白米を特別注文。締めにおかゆやビビンバが出てきました。もう食べられへん。きついのでみんなでシェアして味見。最後はあったかいお茶が出てきました。店員さんとパチリ、24歳らしいです。店員さんの制服、水玉の中にキティちゃんのリボンみたいな柄が入ってて可愛いんです。毎回晩ご飯の時は右翼の方とガイドさんが日本と北朝鮮の歴史の話の認識の食い違いで熱いバトルが始まります。毎回めちゃくちゃ面白かったです。ホテルに戻り、ホテルの中にあるカラオケへ。ホテルの中では自由行動です。カクテルがいいと言うと隣のバーまで注文しに行かされました。何のカクテルか忘れたけど、このストロークルクルしてるのは旧ソ連国のカフェやレストランでもよく見かける光景ですね。北朝鮮では旧ソ連国の影響をよく見かけます。カラオケは日本の曲もいっぱい入ってます。でもかなり古いですね。キャンディーズとか工藤静香とか。女性の店員が2名いましたが、なぜか勝手にカラオケに参戦してきます。しかもプロ級にめちゃくちゃうまい。デュエットとかも勝手にしてくるし、日本のカラオケとはシステムが違いすぎて、これは一体何なん、スナック的な感じ、知らんけど。次回、北朝鮮からハガキが届きました。編へ続く。ほな